Hello everyone, welcome back to my channel and now I'm going to watch Faith Grand Order BB's Voice Line. So let's check it out. 世界の壁も何のそのやってきました噂のカルデア月の蝶ムーンキャンサーこと BB ちゃんここに召喚です。ま、一時の仮宿でしょうけどよろしくお願いしますね。ちっぽけなマスターさん。 She sounds that she's very excited to come to Caldea. マスターさん、私とても辛いです。 Suffering from what? これ以上おとなしくしているなんて耐えられません。ラスボス系後輩としてすごいところを発揮させてください。マスターさんをどう思っているかですか。もちろんいじり&いじめがいのあるおもちゃです。 What? Fun toy to play. 主従関係ははん、私が裏切らないか心配しているんですね。まあ小心者なんですから。私はルール大好きっ子ですよ。守らせるのは得意ですし破るのはもっと得意ですので、like、期待してくださいね。 She's making her own rules now. この気配は BB ちゃんの黒歴史。恥ずかしい性癖を切り離して葬ったはずの桜ファイブ。あれ、でも改心してませんか。あれ、うわアルターエゴでも精神的に成長できるのに私は最高に可愛いグレートデビルのままなんて。私の元になったオリジナルってよっぽどめんどくさいんですね。 She's talking about the real Sakura. 鈴鹿御前さんがいるんですね。あの方タマモさんに対抗して能天気なふりしてますけど、その気になったらムーンセル並みの。いえ、これは秘密でした。BB ちゃん反省。花嫁衣装のセイバーさん、巫女姿のキャスターさん、赤い街灯のアーチャーさん、そしてどこでも高度の大きなギルギルマン。観測宇宙からは抹消された。記録宇宙でのみ残った特殊事案の当事者たちか。ま、もう私には関係ない話ですけど。ちょ、なんでキアラさんがいるんですか。太陽系に匹敵する規模の演算ソースなら、あのビーストもどきは太陽系に匹敵する快楽ランドなんですよ。いいから口の悪い童話作家にでも押し付けてきてください。好きなもの、もちろん先輩です。あ、でも先輩にも種類はあって、無理尊い系の先輩と、仕方ない助けてあげますか系の先輩がいたりします。マスターさんがどちらなのかはご想像にお任せします。嫌いなものは人間ですよ、当たり前じゃないですか。 That's the same answer as Summer BB's. いいですよね、聖杯。何でも願いが叶うなんて頭の悪いフレーズが最高です。自業自得、墓穴を掘るのは人間だけの機能ですから、どうぞ脇目も振らず自爆しちゃってください。今日も京都でイベント真っ最中。ほんと皆さんたら豆ですね。それじゃあ哀れな虫さんたちをプチプチ潰しに行っちゃいます。 Of course he sounds very evil now. はあ、これでもう仲間。あのですね、勘違いしないでくれます。私基本的に人間とか大嫌いですから、上級 AI としてあなたたちおバカな人類を監視するためにここにいるんです。なかなかのバトルスコアです。ダメなマスターはダメダメなマスターなりに努力しているということですね。まだまだ全然 BB ちゃんの理想には届きませんが、今後も懲りずにあがいちゃってください。マスターさん、人間のくせに差別とか偏見とかないんですね。頭おかしいんじゃないですか。もっとこう火山みたいに感情的で、アリのように小さな器量とか見せてくれてもいいんですよ。
だってそうでないと嫌う理由がなくなっちゃうじゃないですか。今日も戦闘後の回復ありがとうございます。それに甘いものも譲ってくれて、私の好物が甘いものだって誰から教えてもらったんですか。え、なんとなくわかった。 BB 検定1級。そうですか。三流マスターにしては一丁前な観察眼ですね。こんな気難しい破綻した AI である私をここまで信用するなんて、こうなったらとことんまでお世話します。ムーンキャンサーの名にかけてあなたをカルデア1のマスターにしてみせましょう。なんて塩らしく言うと思いました。信頼度はマックスになっても BB ちゃんの意地悪度は変わらないのです。私といる限り平穏な暮らしとかありませんから、そのあたり覚悟してくださいね。せんぱい。なんですかその期待に満ちた目は。言っておきますけど私着替えませんから。今回はあくまで特例、心のすべてを許したわけではないんです。Okay, we'll see. ケーキの工場ですね。お疲れ様でした、マスターさん。はい、スキルを増やしましたので、そのナース服に着替えないの？みたいな顔はやめてください。黒コートこそラスボス系後輩の証。このクールさがわからないとかマスターさんでも豚にしちゃうんですからね。 The uniform, okay, she means the Sakura AI in CCC. もうこれ以上変化はないってわかってるのに、こんなに素材を使ってくれたんですね。私が言うのもなんですけど、マスターさん、ちょっと人が良すぎです。あんなにいじめたのに、呆れずにいてくれるなんて。レベルアップ！溢れる後輩力で、あなたの未来もゲットです。And that's the only costume for this BB. お仕置きタイム始まりです。見ていてくださいね先輩。なかったことにしますね。何でもできるラスボス系後輩なのです。 It's just breaking the fourth wall. 残酷に冷酷にです。怖い。私の変身見たいですか。行きますよ。せんぱい。ペンペン。罰ゲームです。逃がしません。はい、桜ビーム。豚になーれ。アリさんのようにビビーチャンネル。これはいけません。ですがご安心を、ビビーちゃんにお任せです。絶対回復カーストキューピッドクレンザー。お注射痛かったですか。さあ喜びなさい。声は静かに、私の影は世界を覆う。ドロドロにしてあげる。カーストキューピッドクレンザー。逃げられると思いました。もうなんてことするんですか。
辱です。先輩以外の人に倒されるなんて。油断しました。ごめんなさい、マスターさん。かくして、グレートデビルの BB ちゃんは、今日も可愛いのでした。オペレーション完了です。格の違い、分かってもらえました？世界の壁も何のその。やってきました、噂のカルデア。月の蝶、ムーンキャンサーこと BB ちゃん。ここに召喚です。ま、一時の仮宿でしょうけど、よろしくお願いしますね。せ、ん、ば、い。Okay guys, so that's the end of this video, which is the voice lines of BB. And this is a very confident version of Sakura.And also she always look down on everybody just like BB in Fate Extra CCC. Okay, she looks down on everybody including her master. And also she really hates Seisho and Kiara. And that was very hilarious when she mentioned about the serpents in Fate Extra CCC. Especially when she called Gilgamesh as Gilgilman. What was that? So thanks for the one who shared the link of the video in the comment section. I really appreciate it. And alsothanks for giving me the video that has English subtitle. And also as usual, if you guys have another video that you want me to react to, just put it in the comment section. So thank you guys for watching my video. Don't forget to like and subscribe to my channel. See you again on my next video and take care.